ユース日本代表に超大型選手が現れた。その名はコフィ翔太だ。コフィは今後成長を続ければ日本代表の主軸のフォワードとなり、決定力不足を解消してくれるかもしれない逸材だ。並外れた高さでポストプレーをこなし、右足からのシュートは威力満点。また細かな足技もお手のものだ。そしてその規格外の大きさに海外からも、背が高い割に動けるな、日本が羨ましいなどの声が上がっている。今回は規格外の超大型フォワードコフィ翔太を解説する。基礎情報。コフィ翔太は2006年8月19日生まれの16歳、石川県金沢市出身だ。身長199センチ、体重84キロ。ガーナ人の父親と日本人の母親との間に生まれたハーフの選手だ。まだ身長は伸びているらしく、現在は2メートルを超えているかもしれない。身長2メートルということで、とにかくでかい。その体格を生かしてのボールホルダーをねじ伏せるような守備と精度の高いパスを売りにボランチを担ってきた。しかし現在プレーする広島ユースなどではボランチではなくフォワードとして出場。圧倒的なポストプレーや迫力の右足シュートを武器に戦っている。大型の選手の課題として動けない、足元の技術がないことがよくあるが、コフィには当てはまらない。しっかりと動き、また足元のタッチは柔らかく繊細だ。よってヘディングのみならず足技でも得点が取れる。得意なのは強烈なミドルシュートであり、得点パターンも多彩だ。このまま成長を続ければ日本のウィークポイントである決定力のあるフォワードがいないという問題を補う可能性を秘めた選手だ。経歴。コフィは2006年にガーナ人の父親と日本人の母親との間に生まれた。小学生になると地元の泉クラブ U12 ジュニアに加入、サッカーに没頭した。中学に上がると日本サッカー協会が運営する JFA アカデミー福島 U15 ウエストに入団し、サッカー技術を磨いた。 JFA アカデミー福島 U15 ウエストは全寮制であり、親元を離れ御殿場市立藤岡中学校に通いながらサッカーを続けた。 JFA アカデミー福島は日本サッカー協会の直接運営のためトップの指導者の下で鍛えられた。しかし入所当時のコフィは技術面で明らかに劣っており、この課題を修正すべく基本であるパス、トラップ、シュートを反復練習した。まずは止める、蹴る、運ぶを徹底的に鍛え上げた。するとみるみる成長していった。さまざまな全国大会に参加することが JFA アカデミー福島の売りであるが、コフィも中学の全学年で全日本 U15 サッカー選手権大会に出場した。また3年生の時には全日本クラブユース選手権大会に出場した。これらの全国大会に出場したこともあり、コフィは2020年14歳の時に U15 日本代表候補に選ばれた。そして翌年15歳の時にも U15 日本代表候補に選出され、合宿に参加すると格の違いを見せつけた。本人も得意だと公言するミドルシュートを紅白戦で披露した。クリアボールに反応、右足を振り抜いたシュートはゴールキーパーが一歩も動けずゴール右上に突き刺さった。およそ中学生が打ったとは思えない、ものすごい威力のあるシュートであった。またフィジカルを生かした守備や足元の柔らかいタッチも披露した。本人曰くできていない部分もあると語っており、コフィ自身はさらなる向上が必要だと感じている。また当時から目標はあくまでも世界であり、 U15 日本代表の広山監督から言われた常識を変えろに対し真剣に取り組んだ。高校生になるとサンフレッチェ広島ユースに入団、ボランチからフォワードに転向した。しかし走り方そのものに根本的な課題を抱えていた。またコフィはユースチームの高い守備強度を体感するとついていけないと感じていた。しかし練習を重ねて高いレベルになれると自身ができないことに対してなすべきことが分かってきた。そして走り方についてはアスリートへのランニング指導を行う佐藤大輔の指導を受け変貌を遂げた。またオフ・ザ・ボールの動きなども改善させていった。その後 U17 アジアカップ予選を戦う U16 日本代表にも選出され、アジアカップ本戦の切符をつかむのに大きく貢献した。
そして現在はサンフレッチェで鍛錬の日々を過ごしている。特徴、コフィの長所を大きく3つ紹介する。まずは身長2メートル、体重84キロという圧倒的なフィジカルだ。コフィの JFA アカデミー福島 U15 ウエストでのプレーぶりを見ると、子供の中に大人が一人混じっているかのように見える。とにかくでかい。歴代のフル代表ではゴールキーパーのシュミット・ダニエルやフォワードのハーフナー・マイクなどが190センチ台の選手であるが、それ以上にでかい。また大型の選手によくある。走れない、技術がないはコフィに当てはまらない。中学時代に JFA アカデミー福島でひたすら基本に取り組んだ成果が実り、足元の技術は折り紙付きだ。またボールタッチも非常に柔らかくて繊細である。もちろんテクニカルなドリブルも持っている。一方、走ること自体が苦手であったが、高校1年の時にこの課題に向き合い、ランニング指導で有名な里大輔の指導を受け、変貌を遂げている。オフ・ザ・ボールの動きも改善中だ。努力の甲斐もあり、体を生かしてのヘディングシュート、パンチ力を生かしてのロングシュート、足元を生かしてのコントロールシュートと、シュートの引き出しが極めて多くなった。このようにコフィの2つ目の長所はシュートの引き出しが多いことだ。実際 U15 日本代表候補の紅白戦では前半7分に遠目からのロングシュートを披露。また U17 アジアカップ予選では圧倒的高さからのヘディングでアシストをしたり、柔らかいタッチの足技でのゴールも決めている。本人もでかいだけじゃなくて、でかい上にプラスアルファで足元があったり、身長も生かしたヘディングもできる選手になりたいとコメントしている。コフィの3つ目の長所は自身の課題を分析し、その課題に対して真摯に努力できることだ。客観的に自己分析をし、課題に対して懸命に努力する。例えば JFA アカデミー福島時代には基本のサッカー技術のなさに気づき、パス、トラップなどを徹底的に鍛え上げた。またサンフレッチェでは走りの課題に対してランニング指導を受け、オフ・ザ・ボールの動きの改善にも取り組み中だ。これからも自己分析とたゆまぬ努力によって成長し続けてほしい。ピックアップゲーム、コフィの特徴をよく表した試合を3試合紹介する。まずは2022年の U17 アジアカップ予選のフィリピン戦だ。 U17 アジアカップ予選は5チーム総当たりのリーグ戦であり、日本はまず初戦でフィリピンと対戦した。フィリピンの硬いブロックに手こずりながらも、前半終了間際になんとか2点をもぎ取った日本。後半の40分、吉永夢樹のクロスにコフィがディフェンダー2人に囲まれながらヘディングで折り返すと、徳田誉れが頭で合わせて追加点を奪った。このヘディング、コフィはジャンプをほとんどしていないのだが、フィリピンのディフェンダーはコフィと競ることすらできなかった。改めてでかいことのメリットが出た試合であった。次の試合は同じく U17 アジアカップ予選のトルクメニスタン戦だ。フィリピンを相手に3対0と勝利し、幸先の良い船出をした日本は格下の U16 トルクメニスタンにも大量点で勝ちたいという試合であった。試合は思惑通りに日本ペースで始まった。コフィも挨拶代わりのシュートを前半5分に放った。そして試合は序盤に日本が3点を奪いリード。コフィも26分にはヘディングシュートを放つがゴールにはならない。そして前半39分、ペナルティエリア左外でコフィにグラウンダーのショートパスが入った。しかし相手ディフェンダーがマークについている。この状況でコフィはゴールを背にしてパスを左足でトラップすると、そのまま勢い反転し相手ディフェンダーをかわしてゴールに向かった。さらにディフェンダーが詰めてきたが、うまくかわすとシュートを放った。惜しくもゴールキーパーのナイスセーブで止められたが、繊細なボールタッチ技術からのシュートであった。そして後半もゴールラッシュ。後半15分には左サイドでゴールを背にしてスローインを受けたコフィ。しかし相手ディフェンダーがしっかりとついていた。すると胸でトラップした後、右足でちょんとゴール方向に浮かすと反転し、ディフェンダーを振り切ることに成功した。さらに別のディフェンダーが詰めてきたが、うまくかわしてゴールキーパーと1対1となり、右足でゴールキーパーの股下を抜いた。その後、試合終了間際にも右サイドからクロスに合わせゴールを決めた。結果、日本は7対0で勝利。コフィは2ゴールの活躍をした。3つ目の試合は2022年ウズベキスタン遠征での初戦となった U16 タジキスタン戦だ。
試合は予想通り日本が主導権を握った展開となったが、ピッチコンディションが悪く、パスミスなどをしてゴールを奪うに至らず、前半を0対0で終えた。しかし後半14分に豪快なシュートで日本が先制。その後も押す日本だが追加点が奪えない。そして終了間際、ペナルティエリア左外でショートパスを受けたコフィはスライディングに来たディフェンダーをかわしドリブル。別のディフェンダーが詰めるがことごとくかわしてゴールキーパーと1対1となった。体を張って止めに来たゴールキーパー。しかしコフィはゴールキーパーの横を抜けるように左足でゴールに流し込んだ。このゴールは2メートルの超大型選手とは思えない。細かなタッチのドリブルからの3人抜きでのゴールであった。今回はコフィ翔太についてまとめました。今後も海外サッカーに関するホットな情報を配信していきます。ぜひチャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。次の動画でまたお会いしましょう。